皆さん、こんにちは。朝の時間帯にドリンクを注文すると、無料でトースト、ゆで卵、サラダなどがつくモーニングサービスがあります。朝だけじゃなくて一日中、無料でモーニングサービスを提供しているお店もあります。一部追加料金が必要なお店もありますが、私はドリンク代のみで、無料で提供されるモーニングにこだわって YouTube に投稿しています。今日は、岐阜県岐阜市鹿野の喫茶、鹿野にお邪魔します。モーニングは、午前8時から営業しています。定休日は、お店の人のお話では、用事がない限り、お店を休まないとのお話でした。また、お正月も営業されるとのお話でした。モーニングサービスは愛知県一宮市が発祥の地と言われています。モーニングの起源は昭和30年代前半、朝のサービスとしてコーヒーにゆで卵とピーナッツをつけたのが始まりです。ゆで卵とピーナッツから始まったモーニングが、今はモーニング文化が根付き、トースト、茶碗蒸し、ゆで卵、サラダなどが提供されるようになりました。これからお邪魔するお店、どんなモーニングに会えるかな。これからお邪魔する喫茶カノは矢印の先です。駐車場はお店の前にあります。お邪魔した時には、駐車場には車が1台でしたが、平日なのに帰る時は満車状態です。駐車場が開くのを待って見える車がありました。ここのお店はペイペイが使えるお店みたいです。珍しい戦闘機などの写真いっぱい飾ってあり、お店はこじんまりとした明るい感じのいいお店です。ドリンクメニューにはいろんなドリンクが豊富に揃っています。ドリンク代のみで無料で提供されるモーニングサービスは一種類だけみたいです。ドリンクはホットコーヒーとホットミルクティーをお願いしました。ホットコーヒー、ホットミルクティー、どちらも400円でしたので、モーニングはドリンク代のみの400円です。皆さん、見てください。ドリンク代のみの400円で、こんな感じです。すごくないですか？ドリンク代のみの400円で、厚切りバタートースト、茶碗蒸し、デザートには柿、さつまいもなど3種類、またサラダの一番上には卵、トマト、ピンク色の赤かぶらの酢漬けにマカロニなどいろんな種類のものが入っています。これからどんなモーニングセットなのか、皆さんと一緒に詳しく見ていきます。よろしくお願いします。まず最初にトーストから見ていきます。このトーストは厚切りバタートーストです。バタートーストの表面がこんがりと、きつね色の美味しそうな焼き色がついています。パンを焼くときつね色になり、香ばしくなるのはなぜなのでしょうか。パンの表面がきつね色に焼ける現象は、メイラード反応と呼ばれます。メイラード反応が起きると、パンの表面の化学物質が数十種類から百数十種類に増えて、アーモンドのような香りを出す物質、チョコレートのように甘い物質など多くの物質が生成されるみたいです。日本へ本格的な西洋風のパンが伝来したのは1543年、種子島に漂着したポルトガル人によって鉄砲とともにもたらされました。その6年後、フランシスコ・ザビエルらキリスト教宣教師が日本へやってきて布教活動を始めると、キリストの肉とされるパンも全国へ広まっていきました。中でも南蛮貿易で栄えた肥前の平戸や長崎ではパン作りが盛んに行われるようになりました。米を主食とする日本ではパンはあくまでも来日する外国人のためのものであり、日本人の間にはパン食はなかなか根付きませんでした。その後、江戸時代に幕府は鎖国政策を打ち出し、キリスト教や外国との交易は禁止されてしまいました。それからというもの、江戸時代が終わるまでパン作りは唯一海外へ開かれていた長崎の出島のみでした。次は茶碗蒸しです。この茶碗蒸しには花麩が入ってるシンプルな茶碗蒸しですが、ふるるんと柔らかい舌触り、柔らかい口当たりの食感が美味しい茶碗蒸しです。
茶碗蒸しは日本料理の伝統的な料理の一つです。1689年に長崎に唐人屋敷が設けられ、唐人料理から生まれた料理がこの茶碗蒸しです。今では茶碗蒸しは和食の定番のメニューとなっていますね。和食がユネスコ無形文化遺産に登録されて、世界からも人気のある和食です。和食と日本食、日本料理という言葉を区別せずに使うことがほとんどだと思います。日本で食べられている食事全般の総称を日本食と呼び、カレーやラーメンなどの外来食も含まれます。それに対しユネスコは、日本の伝統的な懐石料理、郷土料理を和食として無形文化遺産に登録しました。和食は一汁三菜を基本としています。旬の食材を使い、季節感や彩りの演出、器や作法など料理だけではなく、日本の精神、おもてなしなども含まれています。温かいものは温かいうちに、冷たいものは冷たいうちに出す、思いやりと心配りのおもてなしの心です。次はデザートの柿です。柿は学名リオスピロス柿、神様がくれた食べ物と呼ばれ、日本最古から伝わり、日本を象徴する健康食材です。柿はビタミン C が豊富で、みかんの約2倍、タンニン、ビタミン KB1、B2、カロチンなど多くの成分を含んでいます。また柿を食べると風邪をひかなくなり、医者にかかる人が少なくなるという由来から、柿が赤くなると医者は青くなるということわざがあるほど、栄養価がとても高いスーパーフルーツです。世界各国で柿の呼び方で通じます。その理由は、ポルトガル人が種子島に鉄砲をもたらした1543年の秋、日本の柿の美味しさに衝撃を受けたポルトガル人が柿の苗と種を母国に持ち帰ったという説があります。その後、柿はヨーロッパ各地に伝わり、ポルトガル領だったブラジルでも柿は広まりました。そして現在、柿はスペイン、イタリア、イスラエル、そしてブラジルなど世界各国で生産されています。2021年の統計ですが、柿の生産量トップ10は1位中国、2位韓国、3位アゼルバイジャン、4位日本、5位ブラジル、6位ウズベキスタン、7位台湾、8位イラン、9位イスラエル、10位ネパール。以上、柿の生産量トップ10でした。ちなみに2021年の統計の国内の柿の生産量ですが、1位和歌山県、2位奈良県、3位福岡県、4位岐阜県、5位長野県。以上、国内の柿の生産量ベスト5でした。次はさつまいもです。さつまいもの栄養成分の最大の特徴は豊富な食物繊維です。さらにヤラピンという成分が排泄を助け、便秘を防いでくれます。ビタミン C もみかんに匹敵するほど豊富です。しかも加熱しても壊れにくい形で含まれています。次はさつまいもの右隣ですが、ナムルです。ナムルにはカニかまぼこが入っていますので、カニ風味のナムルです。画面を少し動かします。次はホットコーヒーです。コーヒーの発見には2つの大きな伝説があります。1つは6世紀のエチオピア起源説、もう1つは13世紀のアラビア起源説です。年代的には差はあるものの、どちらもオラの国が最初だと言わんばかりです。その1つ、エチオピア起源説によると、エチオピアのアビシニア高原で発見され、その後アラビア半島に運ばれました。そこで栽培されたコーヒーのことをアラビアから取ってアラビカ種と呼ばれ始めたと言われています。コーヒー豆の種類は主に2つあります。それはアラビカ種とロブスター種です。左がアラビカ種の豆、右がロブスター種の豆です。見た目の特徴として、アラビカ種は縦長で粒も大きくふっくらとしています。一方ロブスター種は小さくてコロンとした、全体的に丸っこい外観をしています。アラビカ種は酸味や香りに優れており、高品質なコーヒーとして人気があります。しかし栽培が難しく、病気や害虫に弱いという欠点もあります。ロブスター種は苦味やコクが強く、安価で大量生産されています。しかし
品質や風味に劣るという評価もあります。一般的にはアラビカ酒とロブスター酒をブレンドしてバランスの良いコーヒーを作ることが多いみたいです。アラビカ酒は世界で生産されるコーヒー豆の約 60%、 ロブスター酒は世界で生産されるコーヒー豆の約 40% を占めています。ロブスター酒はアラビカ酒に次ぐ生産量です。焙煎度合いによってもコーヒーの味は変わってきます。浅煎りは酸味が強く、甘みやフルーティーさが感じられます。中煎りは酸味と苦味のバランスが良く、コーヒー本来の風味が楽しめます。深煎りは苦味やコクが強く、香ばしさや焦げ目の風味があります。コーヒーには香りや味だけでなく、健康や美容にも良い効果があると言われています。画面を少し動かします。次はサラダです。このサラダですが、見た感じでも分かりますが、大きなお皿にいろんな種類の野菜などが盛り付けてあります。これってすごくないですか？ここから見えてる分だけでも、サラダの一番上には卵、卵の右下のピンク色は赤株の酢漬けです。その上には水菜、そしてブロッコリーです。ブロッコリーの左にはトマト、キャベツ、マカロニサラダ。マカロニサラダの中にはコーン、グリーンピースなどが入っています。マカロニサラダは世界中で食べられていますが、その歴史は思っていたより浅く、マカロニサラダが最初にレシピが文献に登場するのは1914年、大正3年です。マカロニ自体はもちろんイタリア発祥ですが、常温のパスタにマヨネーズやビネガーをあえた料理はアメリカで生まれたそうです。赤株ですが、皮に含まれている赤い色素成分で老化を進行させる活性酸素を除く作用があるみたいです。また網膜の健康を保ち、目の疲れを和らげる作用が期待されています。体内のナトリウムを排出し、血圧を調整するので高血圧予防に役立つみたいです。またカリウムを含む食材は煮るとカリウムの量が減るので、生のままや煮汁ごと食べるといいみたいです。コリコリした食感が美味しい赤株の酢漬けは冬の漬物の代表格です。モーニングで食べる赤株の酢漬けは初物だと思います。昔から初物は縁起が良くて、初物を食べると寿命が75日伸びると言われてきました。75日寿命が伸びると言われるようになったのは江戸時代、死刑囚に対して町奉行は最後の恩情として、食べたいものがあれば何でも与えるという決まりがありました。一人の死刑囚が所望したのは季節外れの食べ物でした。その食べ物はどこを探しても見つかりません。だからといって決まりを守らないわけにもいかず、初物が出回るのを待つことになりました。結果、死刑囚は75日生き延びることができました。初物を食べたから寿命が伸びたのではなく、初物を食べたいと望んだから寿命が伸びたわけですが、庶民の間では、初物を食べると75日長生きできると言われるようになったそうです。ドリンク代のみの400円で、厚切りバタートースト、茶碗蒸し、デザートの柿、さつまいも、カニかまぼこが使われてるナムル、いろんな種類の野菜などがたくさん入ってるサラダの6品がついています。私はコスパモーニングだと思います。大まかな説明でしたが、食べるときに詳しく説明していきたいと思いますので、よろしくお願いします。このサラダですが、見た感じでもわかりますが、大きなお皿にいろんな種類の野菜などが盛り付けてあります。これってすごくないですか？野菜はビタミンやミネラル、食物繊維を多く含んでいます。多くの研究で野菜を多く食べる人は脳卒中や心臓病、ある種のがんにかかる確率が低いという結果が出ています。特に生活習慣病の予防改善を意識して、旬の新鮮な野菜をバランスよく摂ることが大切みたいです。この厚切りバタートーストは、表面というか外はパリパリで、中はふわふわの美味しいバタートーストです。皆さん、今回のモーニングはどうでしたか？ドリンク代のみの400円で、厚切りバタートースト、茶碗蒸し、デザートの柿、さつまいも、
カニかまぼこが使われてるナムル、いろんな種類の野菜などがたくさん入ってるサラダの6品がついています。私はコスパモーニングだと思います。皆さん、最後まで見ていただいてありがとうございます。次回はどんなモーニングに会えるかな、楽しみですね。これからもドリンク代のみのモーニングにこだわって YouTube に投稿していきたいと思っています。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。お疲れ様でした。